こんにちは、シエルです。先日 YouTube と Instagram にみんなで雑談しましょうみたいな感じで投稿したら、いろいろとね、コメントをいただいたので、それにお答えしながら、ゆるーく雑談をしていきたいと思います。今日着てる私の T シャツは、眠い T シャツです。皆さん最近いかがお過ごしでしょうか？つい数日前に私の初恋の人から連絡があったんですよ。なんかすごい久しぶりすぎてなんでと思ったんですけど、しかも LINE とか知らないから、ショートメールで、元気みたいな感じで連絡来て、多分コロナでね暇だったんでしょうね。軽い雑談だったんですけど、連絡取るのは 12、3 年ぶりだったかなと思うんだけど、その人はもともと舞台俳優やってる人で、8年ぐらい前に1回帝国劇場だったかな、舞台を見に行ったんですよ。その時にね、その人がねたまたま出演してたんだよ。そう、知らずに今見に行ってたの、あーみたいな。その時にね軽く会話した記憶はあるんだけど、まあそれ以来はまあ全く連絡は取ってなくて、そうそう。で、本当この時期ですよね。まあ暇なんだよね。なんかお互いエンタメの仕事してるからさ、仕事どうしてんのみたいなさ、会話から始まってさ、5往復ぐらいしかメールのやり取りしなかったんだけど、私が送ったの普通に無視されて終わるっていうね。何なんだこれと思いながら、そんなことがあった最近です。はい。そんな話は置いといて、YouTube に来たね、ちょっとコメントなど返していきたいと思います。先週末、うちのクーラーがお亡くなりになりました。クーラーなしで快眠できる方法って、やっぱり無理だよね。やばい。うちのクーラーもさ、壊れてはないんだけど、なんか効きが悪い時があって、夜さ、やっぱクーラー切れた瞬間起きちゃうよね。大丈夫かな。クーラー買い替えるか直すか、どうにかしてね、この暑い夏を乗り切ってください。いや、これは辛いね。ここ最近暑いこともあり、引きこもってずっと映画と海外ドラマ見ています。それが楽しくてしょうがないです。いいね、私と一緒ですね。どんなジャンルを見てるんですかね。私は最近は、動画配信サービスの Unext と Netflix を見ることが多くて、コメディシリーズ見ることが多いかな。最近お家に引きこもってることが多いから、なんか結構やっぱ孤独感を感じるんですよ。コメディドラマとか見て笑ったりとか、人生の楽しみ方みたいな、なんかそういうのばっか見てる。先週の月曜とかに比べるとだいぶ暑さはマシになりましたね。いや、暑くない？それでもまだ暑いので油断しないようにしないとですね。共に夏を乗り切りましょうということで。いやいや、まだまだ暑いよねって言いながら、もう8月も終わりだね。9月だね。夏らしいことしなかったな。旬の桃食べたぐらいかな。海外ドラマ語り合いたい。かっこシエルさん可愛すぎる。ありがとうございます。最近の海外ドラマ事情としては、もうこれは動画配信サービスの話なんですけど、新作ドラマっていうのもたくさんね、まあ、出ては来てるんだけど、10年ぐらい前、海外ドラマで言うと、第3次海外ドラマブームぐらいの時に流行っていた過去の名作ドラマが今年の夏に動画配信サービスに登場するようになったんですよ。新作の海外ドラマもいいんだけど、私ね、過去の名作見てほしいってすごい思ってます。映画もそうだけど、過去の名作って面白いよね。オンラインだから大学のレポート課題多すぎて、でも友達が遠いところから帰ってきたので嬉しいですという。最近さ、インスタの雑談会などでさ、その大学生の課題が多いっていうのをすごい聞くの。私は大学1ヶ月で辞めちゃってるし、オンライン授業とかでもなかったからさ、その量が全然わからないんだけど、そう、課題に追われてる大学生がものすごく多いらしくて、で、あとはオンライン授業だから、その授業についていけない人もね、結構いるみたいなんですよ。で、あとはさ、やっぱさ、大学でさ、友達作りだったりとかさ、やっぱしたいじゃん？サークル楽しんだりとか。そう、だから今のさ、大学生ってすごいね、辛い思いをしてるかもしれないんですけど、ね、でもなんかその中でもね、なんか楽しみを見つけて頑張ってほしいなと思います。でも、友達と会えたのかな？ね、少しでも楽しい時間を過ごせたらいいですね。シエルちゃんとデートしたい。お、嬉しいですね。皆さんはデートにどこに行くのでしょうか？私は20代さ、仕事ばっかしてきて、で、デートとかあんまりした経験がないからさ、みんなどこ行くんだろうね。今この状況ですけど、どこだろう？ディズニーランドとか？皆さんのデートプランを教えてほしいです。私は、可愛いカフェに行きたいっていつも思ってます。カフェラテと可愛いケーキ。はい。これがあればもう十分です。超美人。嬉しいです。ありがとうございます。照明ガンガン焚いてますから。そうそう。YouTube のさ、この動画撮ってる時さ、ほんと照明大事で、そう、照明ないとほんとお化けみたいな顔してるからさ、いつもほんと YouTube とかにね、コメントくれたりね、
褒めてくれたりね、ありがとうございます。ではインスタグラムでの雑談トークいきましょう。シエルさんの学生時代のお話を聞いてみたいです。高校生の時の話でいいかな。その高校はその地域でいう制服がめちゃくちゃ可愛いって言われていた高校だったんですよ。ほとんどの子が制服、私は制服を持ってたんだけど、私はほぼ私服だったの。その時に、私はダンサーだったんですよ。ダンスのお仕事をしていて、今あんまり聞かないと思うんですけど、ダンサーの服装って B 系って呼ばれてて、私はもう B ガールだったわけですよ。すごい派手な色の服っていうのかな、なんか例えば紫色のセットアップとか、真っピンクのスカートとか、ダボダボのズボンとか、アクセサリーとかで言ったらゴールドのベルトとか、なんかジャラジャラしたネックレスみたいな感じで、ニューエラとかのキャップとか、ヨーヨーみたいな服装だったんですよ。私服 OK ぐらいの高校だったから、例えばピアスとかも大丈夫だし、あと私髪真っ赤だったこともあったし、あと当時エクステが流行ってたのね。なのですごいもうジャラジャラなエクステつけてたし、見た目はかなり目立ってた方だと思います。私が高校生の時の時代って偏差値が高い学校ほど自由だったんですよ。それこそ私服でもいいとか、染めてていいとか、そうそう、だから勉強はめちゃくちゃしてた。私は負けず嫌いだから、成績とかやっぱオール5とかがいいんですよ。だからめちゃくちゃ派手な服着てたけど、ものすごい勉強してた。ただ服装からすると近寄りがたい人みたいな感じ、友達があんまりいませんでした。高校に通いながらダンサーの仕事もしてたんで、横浜アリーナとか代々木体育館とかの結構大きなステージで踊ってお仕事もしてました。楽しかったね、ダンス。じゃあ続きまして、暑い。今年食べたアイスで一番美味しかったアイスを紹介します。こちら、レアチーズピーチレモネードアイスバー。ファミマに売ってるから、よかったら探してみてください。最近ドラマ見てますか？もちろん見てます。最近主に見てるのはネットフリックスで配信されてるモダンファミリー、ママと恋に落ちるまで、セックスエデュケーション、そのあたりを行ったり来たり行ったり来たりしてるかな。シエルさんに一度お会いしてみたいです。第一印象でよく言われるのが、思っているより小さいですねって言われる。そう、背が高そうな顔してるらしいんだけど、すごい背が小さいんですよ。なので多分ちっちゃって思うと思います。コロナでマジックショーができない、今はねちょっとねまだできない状況ですけれども、時期が来たら頑張りましょう。私はね今ね新しい衣装を作ったりしてるかな。ちょっと前にボランティアみたいな感じでほんの少しだけねマジックしたんですよ。やっぱ半年ぐらいブランクあるじゃん。そうすると頭でものすごく考えながら演じちゃうの。今まではもうさ、セリフとかも染みついてるし、お客さんとの間の取り方とかももうナチュラルにできるんだけど、久しぶりすぎるとそのお客さんとの掛け合いとか、あとその間の取り方とか、そういうのとかがやっぱねうまくできなくって、すごい頭で考えてんの。次こうしようとか、こうしたらいいかなとか。だからそうするとね、無駄なセリフが増える。常にね人前でねやっていないと私はダメだなっていうのを感じたので、家の中で一人でね淡々と練習するのが一番かなって思ってます。霊体験したことありますか？私ねあんまりそういうのねないと思ってってるんだけれども、一回ね霊能師さんにね、あなたはそういうの見えるタイプですねみたいなこと言われたことあって、ホラースポットとか行くとなんかあるかもしれない。小学校か中学校の頃ね、腕を引っ張られたことがある。何もないのに、それだけちょっとゾッとした、けどね多分あんまりそういうのないタイプです。最近モダンファミリーのフィルパパにハマっています。めっちゃ好き。ネットフリックスかユーネクスト加入してる方はぜひ見てほしいです、モダンファミリー。多分ね日本では DVD リリースとかされてないので、動画配信サービスでね見てもらえたらなと思うんですけれども、3人の子供がいるお父さんがいるんですけど、それがねフィルっていう名前のパパなんですけど、私もモダンファミリーの登場人物全員面白くて全員大好きなんですけど、私もフィルパパ推しなの。やることなすこと全てが面白くて、でフィルパパはマジックが好きなんですよ。もうマジックも最高だからぜひ見てほしいです。フールでデクスター見直し中、やっぱり
面白い。わかるよ。この夏から、動画配信サービス Hulu で、デクスターというサイコスリラードラマがね、配信されたんですよ。私はこれまで海外ドラマは400タイトル以上見てるんだけど、その中のベスト5には入るぐらいすごい好きなシリーズで、デクスター警察官は殺人鬼って言って、まあこちらはね、私ももう一度見直したいなと思ってる作品だし、ちょっとだけ海外ドラマ上級者向けなんだよね。そう。ドカーンってハマるタイプよりもじわりじわりハマっていくタイプのシリーズで、殺人鬼って悪い人じゃないですか。なんだけど、殺人鬼なんだけど、すごいね、応援したくなっちゃうのよ。普段人がいるとこではね、こう人にね、変に見られないようにね、こう空気を読みながらね、ニコニコしながらしてるんだけどね、心の中でね、何が楽しいんだよ、人生みたいな感じのね、そのナレーションがね、こういちいち入ってくるのがすごい面白くて、このデクスター見たことない方はぜひ見てほしいなと思います。超おすすめです。好きな漫画を教えてください。好きな漫画はドラゴンボールです。まあドラゴンボールしか見たことないんだけれども、すごいハマりましたね。漫画も全部見たし、アニメも全部見た。でうちにさ、海外ドラマの DVD が4000本あるんだけど、ドラゴンボックスだったかな、ドラゴンボールの DVD ボックスがあるんですよね。でそれ買いたかったの、買いたかったんだけど、海外ドラマよりもアニメの DVD ってめちゃくちゃ高いのよ。それで買えなくてね、ちょっと断念したんだけど、すごいハマったね。ドラゴンボール的な海外ドラマはスパルタカスっていうシリーズなので、よかったら見てください。男の友情っていう感じです。毎日暑いですね。私は腕だけ日焼けしていて、今絶賛脱皮中です。あらま、今さ、あれが言われてない？マスク焼け？みんなさ、やっぱ外でもマスクしてるからさ、こうマスクの形に日焼けしちゃうかもみたいな。ね、でもさ、やっぱ太陽浴びるのはいいことだからね。あれだよね、日焼けすると痒くなったりするからね。名探偵コナンのキャラクターの中で好きなキャラクターは誰ですか？私、名探偵コナンを見たことが一度もありません。好きなキャラクターは多分コナンですね。話が膨らまなくてごめんなさい。一番得意なマジックは、好きなマジックはロープマジックなんですけど、得意ってより、そのロープマジックはお客さんとのこの掛け合いが好きだから、まあ好きなだけで、得意ではないかな。得意なマジック、名前は言えないですけど、とあるカードマジック名前言えよって感じだけどね、得意かなって思っちゃう、自分の中で。ぜひ時期が来たら、そちらのマジックショーをね、見に来てください。シエルさんは頑張りたい時どうやって本気を出しますか？これは私も今悩んでる。本気が出せなくて悩んでる。なんだろうね、私はさ、頑張りたいと思って頑張れないタイプの人だと思うんですよ。好きなことに対して勝手に頑張れるタイプっていうのかな。好きだから頑張れるみたいな。なんか嫌なことはできないのよ。どうしてもまず先に好きが先行するから、結果そこにハマれるとか、頑張れてるとか、本気を出してるっていう風になるんだよね。まあ今最近だったら、何かしなきゃいけないことがあるとしたら、海外ドラマを挟みます。この海外ドラマを見たらやるぞみたいな感じで、とか言いながら1話見て、もう1話見たいなみたいになって、ダラダラいっぱい見ちゃうこともあるんだけど、でもエールを送ります。頑張ってください。頑張ろうと思って頑張ったことあったかな今まで。本当にね、好きを貫いてきたタイプの人間なんですよ。あと負けず嫌いとかかな。なんかやるなら1番になりたいとかさ、そうそう、そういうモチベーション、それがあって頑張れてきたかな。昨日からデクスター見始めたよ。おすすめの理由が分かった。面白い。出ました、再びデクスター。デクスターはね、日本であんまり注目されてないと思うんですよ。あんまり知られてないんだけど、騙されたと思ってとりあえず見てみてほしいです。これだよ、これデクスター警察官殺人鬼。こちらシーズン1からファイナルシーズンまで入ってるコンプリートボックスなんですけど、これとは別にシーズン1から単品でね、 DVD も出てて、それも持ってるし、これも買ったしっていうぐらい、もうこれほんと神作品だから。まあこれが主人公の、まあ警察官、血痕分析官って言って、どの場所でどんな凶器を使われて、どんな形で、まあ犯罪が起きたかみたいなのを、まあ血の飛び方を見て犯人を見つけるっていう、まあシリーズなんだけど、でん、はい、これがだから血です。血痕分析官がこういう血の跡をたどって、まあどういう風に事件が起きたかみたいな感じで、
そう、これめちゃくちゃかっこいいから、このボックス、このボックスでシーズン8もだから8個 DVD が入ってるんだけど、これ紐ついてんじゃん、これさ引っ張るとさ DVD 出てくるっていうさ、これめちゃくちゃ面白いから、うちに4000本海外ドラマの DVD ありますけど、一番の宝物かもしれない。何かあってすぐ逃げてって言われたら多分これ抱えて逃げると思うぐらい。大学の試験落ちまくって泣いてます。そっか、大変だね、やっぱり今の大学生ね。なんかさ、試験も私どれぐらいの頻度であるかとかさ、わからないからさ、そうそう、何のアドバイスもできないんだけどさ、シエルが応援してますね、頑張れ頑張れ。今回はね、ちょっとゆるい雑談トークの動画でした。はい、皆さんコメントありがとうございました。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。